おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回はなんかマグマのお部屋に行ってちょっとギリギリで死にそうになったんですけど、なんとかクリアすることができまして、この絵画のすんげー趣味悪い部屋に来て、絵画の周りを調べて、ちょっとママとね会話をしたので、ここのね椅子とかを調べてから他の部屋行こうかなって感じです。ではやっていきましょう。あ、調べられないんかーいじゃあ奥かな。あ、これも調べられるわけじゃないんだ。じゃあ移動しまーすおとなしく移動しましょうね。じゃあこっち、エレベーターみたいな感じだよね多分ね。ん、エレベーター、これどこまで行けるにゃ。あれ、でも動いてないみたいです。動いてないんか、なるほど。ドアは固く閉ざされている。ドアは固く閉ざされている。力では開けられないようになってるな。ボタンを押しても反応しない。あ、何も反応がない。電源が落ちているのか。なるほど、電源つけないといけないと。で、壁には4と書かれてる。4階フロアってことだよね。4階なのか。いや、4って書いてあるだけで別にね、外がわかるわけじゃないから4階かどうかもわからんよね。もしかしたら地下かもしれないしね。で、ここを調べられるとこは他にはないかな。このなんか壁のやつ何なんだろう。あー、じゃあ移動しましょう。で、最後これロッカーだね。なんだこれ、何個か空いてるね。ロッカー室にゃん、ここ怪しい場所やな。探索するなら慎重にね、サラちゃん。え、あ、はい、わかった。じゃあちょっとセーブします。慎重にセーブします。えい、よーし、完璧だ。じゃあこのすす、床に黒いシミがある。何かが垂れてきた跡か。あー、なんか天井にもこう赤黒いシミがありますな。天井に赤いシミがある。あれは血の跡か。間違いないだろうね。刑事さん、気づいてたんですか。なぜ天井に。ここは危険です。ここは危険です。これあれかな、天井落ちてくるんじゃない。ここは危険です。一度部屋を出た方が。危険だった。と言うべきかもね。一応掃除されてるみたいだよ。結構時間が経ってるみたいだ。うい、何かあった部屋なのかにゃ。多分、すでに何か仕掛けが作動した後なんだろうね。誰かがこの部屋に来ていた。それも随分前に。ああ、最初の試練かな。もしかしたら、ママではないんじゃない。最初の試練に使われた部屋かもね。その割にダミーズのみんなは無反応だ。この中の誰かがって思ったんだけどね。確かに自分が死んだ部屋ならびっくりするはずだよな。いや、あんまり言いたくないわ。そうね。ロッカーが開いている。何も入ってないな。何も入ってないな。で、何も入ってないな。これ何？棚のような出っ張りがある。何かが置いてあったのかな？他は調べられるわけじゃないかな？あー、そうだね。調べられるところはもうないかな。じゃあ、出る。あ、ん？サラちゃん、ここの探索は終わり。はい。これ以上怪しい部分もありませんし。そうなると、フロアマップに載ってる部屋は全部探索したことになるぜよ。ママの野郎、どこにもいねえじゃねえか。行けなかった場所もいくつかありますが、どうしましょうか。まあ、提案だけど、それぞれ分かれてペアで探索しねえか。部屋の仕掛けも全部見たし、大勢で探索するより効率いいだろう。確かに、時間制限もあるからな。そうだね。いや、一緒にいたいけど、時間が迫ってきて全員死んだら元も子もないので、別々に探索しよっか。そうだな。それぞれ別々に探索しよう。なあ、そう来なくちゃな。カンナ、この人と行動するんですか？残念だったな。俺も子守は苦手でよ。私も一緒に行くよ、カンナ。この野郎何するかわからねえからな。うぜえ、姉貴分が漏れなくついてくんのが。うるせえ野郎だな。
そうだ、サラちゃん、ちょっといい？はい。刑事さんに耳を近づけた。ペアの行動には目を光らせた方がいい。まあそうね、信用できるとは限らない、まだ。わかってます。そっか。何話してんだ？俺たちも行こうぜ、サラ。ああ、ここをマイちゃんとキュー太郎さんが調べてんだね。なるほど。マイと二人だとたまに気が抜けちまうぜよ。キュー太郎さん、頑張ってください。ペアは嫌ですか？デレデレしないでください。デレデレしないでください。デレデレしないでください。してねえぜよ。前に行ってくれぜよ。ご主人様、おしゃべりしてないで、ちゃんと探索しないとダメですよ。なんかほっぺた赤くなってる。てか可愛いんだよな、笑顔が。なんだ。マイちゃん可愛いな。開かないロッカーも一応念入りに調べておくね。危険な罠には気をつけてくださいよ。もちろん、壊れたくないもん。実際のところ、お前さんたちの耐久性はどうなっとるか。俺たちより頑丈なのか。知らねえよ。試すわけにもいかねえし。どうせだったら超合金かなんかで作ってくれてりゃ死ぬ心配もなかったのにな。へえ、そんなカチカチ嫌ですよ。だってほら、お肌はもちもちですよ。ほっぺ触ってみてください、サラちゃん。揉みます。よし、揉んでみよう。あ、そこは本当だ、肩こりが全くない。ああ、純粋でした。健康的。そうだよね、大きいとすごく凝るって言うもんね。何とは言わないけど、よく考えりゃ年を取ることも病気になることもなくなるんだよな。あ、最高なんだな。案外人形でいるのも悪くないんだね。前向きだな。あー、舞ちゃんといると確かに気が抜けるっていう九太郎さんのこともわかるな。話してて楽しいもんね。じゃあ行きましょう。じゃあ、階段って行けんのかな？あ、行けない？あ、いっぱいいる。開かない部屋とかあるのに、なんでこんなところを探索するんだろうね。ま、私のボスは刑事さんだから、従うけど。なんだか、ガラクタっぽいのがたくさん転がってるんだよね。しかもやたら重いし、暗くてよくわからないから、ここの探索はほどほどがいいかもね。なるほど。壊れたスコップを見つけたんだ。これを補強すれば武器として使えると思うんだ。私が持っていこう。いや、必要ないさ。そうでしょ、サラちゃん。置いていきましょう。そうですね、ここに置いていきましょう。なんか早坂さんは一番ちょっと信用ならんからね、今のところ。なぜだ。置いていくくらいなら持っていっても構わないじゃないか。けど君たちに武器を任せるのも不安だしね。なんだよ、まだ信用してくれないのか。やめとこうよ、早坂。おまわりさんは私たちを観察してるんだよ。信用されなかったら私たちは終わり。分かったよ。私たちは身分が低いんだったね。安心しろにゃ、スーツメガネ。武器なんかなくても僕がついてるわ。そうかい、頼もしいな。なんかなよなよしてるね。銀くんかわいい。じゃあ銀くん。おい、スーツメガネ、しっかりそばについておくにゃ。わかってるよ、君を守るのが私の役目だろ。何言ってるの、お前弱そうだから僕が守ってやるにゃ。ありがとう。かっこいいよ。棺とかはまあ調べても何もないかな。遺跡には何か文字が書かれてる。これ結局読めてないんだっけか。門の前にもいるかな、人は。いないね、いないわ。ちょっとここにも人がいるかな。いないね。じゃあここか。あ、いないね。あら。じゃあ、絵画か。ここにはいるでしょ。いるね。カンナちゃんにばっかり探索させて。あんたってやつは。眠くなるぜ。
美術館で子守なんてよ。寝てろよ、置いてってやるぜ。おお、怖。あれ、アンズちゃんいなくない？レコちゃん、レコちゃん大丈夫？ナオのことを思うと私は悪魔にだってなれるぜ。敵討ちだ、やるしかねえんだよ。ママさんは記憶を取り戻せって言ってましたよね。カンナたちは記憶を消されてしまったんでしょうか？普通に考えたらありえないことだ。だがハンナキーはそういう装置を持っていた。不可能じゃないんだよな。そうだよね、ジョー君のことを忘れられる装置持ってたもんな。なーで全部一応見たんじゃないのか。あれ、エレベーターって言ったっけ。エレベーター行ったね。行ったっていうか、いなかったんだな、人が。こっち行けないのか。どうしよう。ラマルくん、どうしたらいい？どうしたらいいかわからない。20人のデスゲーム参加者のうち16名の名前が載っている紙。詳しく見る。車田直道ボクサー。早坂俊介か。で、木梨杏子か、これ。で、鶴城舞、パン屋さん。あ、やっぱパン屋さんだったんだ。合ってたわ。で、影山蘭丸が高校生。で、あとは、お城、お宿ひな子。で、月見新太。あれ？全員いた？あ、全員いたか。オッケーオッケー。どこ行けばいいんだ？あ、ここ手繋いで入ってみようか、一緒に。ドアのマーク、気になるな。あ、無理？本当にトイレなのかな？パッと見そうとしか思えねえけど。だが、ドアが開かないんだ。トイレだったら封鎖するだろうか。確かに。ん？ちょっと待てよ。このマーク。そう、手繋いでるんですよ。なんだか、手を、あお！落としちゃった。なんだか、手を繋いでるように見えるな。手を繋いでみよう。ランマル、手、繋ごっか。扉を開けるためのヒントかもしれない。ランマルの手を掴んだ。開いたわ。開いた。もう、なんだ、どうしてだ。やっぱり、あのマークはヒントだったんだ。もしかしたら、この部屋は二人で入る用の部屋なのかもしれない。マジか。勘鋭いな、サラって。だろう？私はサラちゃんよりも、一パート前に気づいてたよ。ランマルは緊張しすぎだ。そんな風に体がガチガチじゃとっさに動けないぞ。誰のせいだよ。なに、照れちゃって。まあ、サラちゃんが美人だからって照れちゃって、なんですか？ヒュー。ん？鈍感サラちゃん、可愛いね。じゃあ行こっか。これ手繋いだまま入んなきゃいけないのかな、多分。ドアは開いている。行くべきか。ちょっとその前にセーブしまーす。行くべきか？行きましょう。はい。行こう。中に入ったら二人だけで対処しなきゃならないぜ。覚悟するしかねえな。ああ。わお！あら、ちょっと、やん、やん。ちょっとびっくりしちゃったわ。なんだ、ここ。ずいぶんふわふわした部屋だな。なんかもう、ここぞとばかりにベッドが強調されて置いてあるんですけど。ちょっとやだ、やめてよ、もう。女の声、誰だ？こんにちは。え、誰？パンケーキが頭に乗ってる。メイプルシロップの髪の毛、すごい美味しそうだね。甘そう。ゆっくりしていってね。離れろ、サラ。妨害者だ。お茶。出すね。怪物っぽくないけどね。あれ、襲ってこないな。敵じゃねえのかな。わからないが、戻ってくる前に探索だ。おとなしく待っていよう。部屋を出ないか？まあ、戻ってくる前に探索しよう。部屋を出たいのは山々だけど、ちょっと調べないことには何も始まらないのでね。とにかく、彼女が戻ってくる前にこの部屋を探索しよう。オッケー。BGM ないの？これだよね、気になるのは。真っ赤な本が置いてある。裏には、期限を守って返却してくださいと書かれている。借りた本なのかな？なるほど。コンパクトなタンスが置いてある。開けてみるか。開けよう。引き出しを開けた。これは、
筆と絵の具。おー、いいね。美術館じゃなくて美術室？あの、首輪のところに色塗れるよね、多分ね。筆と絵の具を手に入れた。うわ、びっくりした！怖い怖い怖い。可愛いからこそ怖いんだって。何してるの？欲しいならあげる。それより、はい、紅茶。ああ、ありがとう。まあ、お前、妨害者じゃないのか。妨害者だよ。でも戦うの、好きじゃない。ここでみんなの話聞く方が好き。相談室なの、ここは。相談室？サラちゃん、ずっと仲間たちと一緒だった。一人で考える時間、なかったよね。うん。見つめ直して、自分の気持ち、本音を話せば、心の整理ができるよ。わあ、ここさ、あの、今元気いっぱいサラちゃんで来たからいいけどさ、ジョー君のこと忘れちゃったルートのサラちゃんだったら、ここ、怖いな、この部屋。やだ。本音、か。お茶うめえじゃん。毒はなさそうだぜ。乱丸も飲めるんだな。紅茶を飲む飲まない。いやー、ちょっと毒入ってるかどうかってさ、人形じゃわからんくない？いや、飲まない飲まない。ニコニコ。圧がすごいな。飲まないとダメなの？ちょっと飲まない。ニコニコ、無限ループって怖いね。飲まない。ダメ？そっか。そっか。飲みましょうか。はい。紅茶を一口飲んだ。少しだけリラックスできた。ずっと仲間と一緒だった、か。そうかもしれない。一人で冷静に考える時間なんてほとんどなかった。そんな隙を見せれば絶望が心を満たすと知っていたから。でも、今の私は違う。ここには誰もいない。私は、みんなと一緒に脱出したい。やっぱり、みんなと一緒に脱出したい。何度も何度もジョーの幻影に苦しめられた。でも、本当は違ったんだ。あれは自分の声だ。押さえつけていた心をジョーに言わせていた。優勝がかかってるんだよね。優勝？たった一人生き残る。そしたらデスゲームは終わる。すごく怖い話。待ってくれ。やっぱり一人だけしかこのゲームは生き残れないのか。うん。あと6人。もう決着は近い。もしかしたら、今日中に。ありえない。私たちはもう誰も犠牲にしない。でも、さあ。ママを、殺せるのか？あんな最低な野郎、同情はしねえけど、動いてる奴を見ると、人間にしか見えねえっていうか。殺せる、わからない。わかんない！わからない。わからない。けど、私は、こんなデスゲーム、終わらせるんだ！サラは。ランマル、あなたはどうなの？え？目的のためのペア？それとも相棒？あなただって、見つめ直せる。二人とも、また来てね。ここは自分を探す場所だから。疲れた。ああ、もう行くしかないのか。でもベッド調べてないまだ。ふわふわのベッドだ。女子の部屋って感じだよな。私の部屋とは随分違うけど。赤い花が飾ってある。花って水やり大変じゃね？愛情込めていればそれも楽しいのさ。ゆったりしたソファーだ。部屋全体からいい香りがするな。窓の外からは光が差している。どうせ日の光じゃないんだろうけどな。こんぐらいかな、調べられるのは。
じゃあ、出ましょうか。これ持っていっちゃダメなのかな？うん、持っていっちゃダメっぽいな。じゃあ、出ようか。ソラ、あのさ、少し、話をしていいか。戻ってからにしよう。少し、疲れた。ダメだ、大事な話なんだ。今じゃねえと、ん？話してくれ。聞きたくない。告白ですか？ああ。告白、いや、こんな、ふざけてられない。話してくれ。わかった。話してくれ。まあ、実は、俺たちの中に、アスナロの人間がいる。これは多分、俺だけが知る特別な情報ってやつだ。アスナロ、つまり誘拐犯の組織の人間が、私たちの中に、ダミーズの誰かか？生存者の誰かか？一人だけか？一人だけか？一人だけか？え、それは考えてなかった。俺が知ってるのは、アスナロの人間がいるってだけだ。人数までは知らねえけど、でも、少なくとも、ダミーズは人形だ。そんな、ありえない。刑事さんやカンナやレコさんの中にアスナロの人間が、キュー太郎さんってでもアスナロの人間って言っても過言ではないのではないかと思ってるんだけど、まあ裏切り者かどうかとかっていうよりかは普通に孤児院出身だからっていうだけなんだけど、誰だろう。全然予想がつかない。考えられない。そんなこと。悪い。悩ませちまって。でも、今しか言えなかったんだ。ああ。俺、サラのこと全然知らねえけど、ただのペアってのは、なんか嫌だよな。サラ、もう一つだけ。なんだ。いや、ごめん。なんでもねえ。なんだよ、一番気になるじゃん。え、めっちゃ気になる。ちょっと待って。ラマルくん、告白？告白だったらもうちょっと後じゃない？出会ってすぐすぎない？じゃあとりあえずまあ移動しましょう。出るか。とりあえずね。あ、違う、間違った。この部屋に来ちゃうのか。じゃあ絵の具と筆を手に入れてるから、ここか、ここに行こうか。アンズちゃんいないんだよね。アンズちゃんどこ行ったんだろう。じゃあここ、一部だけ色の塗られていない絵画がある。絵の具を使ってみましょう。よし、試しに塗ってみよう。よし、いい出来だ。あー、いい、まあ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 、まあ、わあ。塗った部分が扉みたいに開いた。やるな。絵の具に反応して開く仕掛けだったんだな。せっかく描いたのに。まあ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 。ね、うまいとか下手とか、まあそういう、まあ、サラちゃんはいい出来だって言ってたし、ね、うん。で、これは何でしょう。ブレーカーのような機械がある。お！これ、つければエレベーター動くんじゃない？もしかして、エレベーターの電源だったりしねえか。よし、オンにしてみよう。はい、オン。とりあえず、罠ではなさそうだな。エレベーターを確認してみるか。オッケー。行こう。ゴー。どう？あ！ボタンの光がついている。エレベーターからは音もなく静かだ。動いてるんだろうか。あー、下の階へ行くボタンを押す。このボタン反応がないな。あー、じゃあ上の階へ行くボタンを押す。まあ、下にはもうなんか行けなくなったみたいなこと言ってたよね、ハンナキーがね。動き出した。マジで動いたな。どうする？みんなを呼んで進んでみるしかない。そうだよな。呼びに行こうぜ。アンズちゃんいないんじゃないの？まあ、呼びに行くっちゃ行くんだけどさ。あ、上には行ける、下には行けないっていうマークか、これ。なるほどね。あれ、いない。やあ、サラちゃん。刑事さん、ここにいたんですね。うん。銀が張り切っててね。
僕はリーダーだからしっかり探索して部下を従えるにゃ。銀、部下って私だよ。すっかり上下関係ができてしまったね。それで何か分かりましたか？なーにも。じゃあエレベーターへ来てくれ。動き始めたんだ。さすがサラちゃんだ。行くよ。スーツメガネ、お前もさっさとついてくるにゃ。あ、待ってくれ。ああ、オーマイガー。足元からカチッという音がした。早さかてめえ。なんか踏んだな。あ、スーツメガネ、足浮いてないわ。ああ、そういうこと。へえ。スーツメガネ、どうなってるにゃ。何、この罠。助けないと。わあ。でも二人、あ、違う、四人しかいない今。そうだよね。どうにかしないと。苦しい。なんだ、これは。スーツメガネ。何これ、こんな仕掛け。落ち着くんだ、冷静に。早坂は天井に引っ張られている。早坂、すまんのだけど今回これで終わりにしたいと思う。ごめんな、次回までちょっと吊るされててもらっていいか？ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、時間的にいい感じになっちゃったんですよ。ごめん早坂。あー、ちょっとね、絶対次回助けるからね。ということで、また次回、おつぴよでーす。